にちは。どうもいらっしゃいませ。あの部屋を探しに来たんですけど。あ、少々お待ちください。お客様、こちらどうぞ。それではですね、こちらの用紙にいろいろな項目がありますので、ご希望の条件を記入していただけますか。はい、わかりました。はい。バランス釜って何ですか？ああ、それはですね、あのお風呂の釜なんですけど、うん、あのなんかこういうのでカッチャンカッチャンってこう火をつけてですね、うん、お湯を沸かすっていうものなんですけど、やめといた方がいいと思いますよ。うん、そうですか。うん、あのなんていうか、あの比較的ボロい部屋についてますし、はい、あの水の勢いも悪いんで、あんまりこうよく洗えないっていうか、すすげないっていうか、あの体洗った後とかに、うん、あの石鹸この辺とかについたままの時とかありますからね。へまあ追い炊きができるんで、うん、エコといえばエコなんでしょうけど。エコなんですか、バランスが。まあ、へ、はい。バランス釜はやっぱりやめといた方がいいですよ。うん、掃除が大変なんですよね、バランス釜って。まあ、大抵バランス釜掃除するのジャバなんですけど。ジャバ、ええー、あれ結構年間本数使っちゃうんですよね。あれ何本ですか、3本4本か。まあ人によって違うんですけど。こんにちは。こんにちは。あ、どうも。あ、大家さんです。こんにちは。こんにちは。ちょっと、なんかどうぞどうぞ。お願いします。失礼します。広いですね。そうですね。まあ、電車の音が多少しますけど、はい、その分駅から近いんで。日当たりもいいし、おすすめですよ。ああ、ユニットバスですね。バランス釜。いや、バランス釜ではないです。キッチンも結構使いやすそうでいいですよね。そうですね。料理なんかします？あー、少し。そうなんだ。
どうしたんですか？あ、すいません。なんかぼーっとしちゃって。大丈夫ですか？はい。ここ気に入ったんですけど、一応他のも見せてもらってもいいですか？あ、はい、もちろん。次行きましょうか。先どうぞ。はい。僕はこっちの方がおすすめだとは思いますけどね。こっちか。でもな。逆にこっちがいい理由っていうのは？バランスがま。やっぱり。エコなんで。バランスがま、本当やめといた方がいいですよ。本当にエコじゃないんですよ、全然。この前言った。ジャバ本当大変ですから、あれやめといた方がいいですよ。そっか、じゃあやっぱりこっちかな。まあ、それじゃあ今日は無理に決めないで、また決まったら連絡くれるってことにしましょうか。すいません。いえ、全然大丈夫です。じゃあ僕の携帯教えておきますんで。あ、じゃあ私のも書きます。あ、そうですね。はい。いただきます。いただきます。おいしい？うん、すごいおいしい。よかった。今日はコクマロなんだけどね、あえてポークカレーにしてみたの。メーカーはね、すぐに牛肉を推奨するんだけど、そこを逆に豚でね。もしもし。はい、藤瀬です。ああ、いえ、全然大丈夫ですよ。はい。あ、部屋決まりました？あ、そうですか。あ、よかったですね。ええ、ああ、やっぱり。はい。さあ、これが鍵になります。はい、ありがとうございます。正解ですよ、こっちにして。やっぱりもう一つの方はちょっと建物が古いですしね。友達に相談したら、バランスガマはやめとけってみんな言うんで。でしょうね。はい。あれ、もう引っ越しですか？はい、今日から住んじゃおうかと思って。ああ、気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。これ、ね、これ持ちます。それも、うん、それも。いいですか？大丈夫です、大丈夫です。こんにちは。あ、こんにちは。あれ、どうしたの？今日は引っ越し屋です。あ、そう。よろしくお願いします。
こちらこそよろしく。いえ、ついでですから。でもやっぱりこの部屋にしてよかったですよ。綺麗だし。そうですね。引っ越しは遅いですね。ああ、引っ越し屋は来ないです。もうこれで終わりです。え、荷物ってこれで終わり？はい。え、じゃあ今まではどうしてた？一緒に暮らしてたんで、彼氏と。でも振られちゃって。そう、まあまたこっからね、新しく始めればいいんですよ、こんなの。声優ってさ、うん、まだやってるかな。やってんじゃない。何時前だっけ。10時ぐらいかな、うん、行ってくる。うん、どこに。うん、ちょっと。いってらっしゃい。